縛りをたろ坂の上の雲第4巻旅順総攻撃5しかし何人のロシア人をこの塹壕で殺したところで作戦の主目的である旅順市外への突入などは物理的に不可能であったそれでもなお日本兵は 自分の死が勝利への道につながったものであると信じ、勇敢に前進し犬のように撃ち殺された。彼ら、死者たちのせめてもの幸福は、自分たちが生死を預けている野木軍司令部が、世界戦士にも稀に見る無能司令部であることを知らなかったことであろう。彼らのほとんどが将軍たちの考えることに間違いはないと信じていた。ただ、信じないものもあった。 師団長や旅団長クラスの中には、軍司令部はおかしいのではないかと疑問を持つ者がいた。例えば、旅順攻防戦の中で最も有能で最も勇敢な将軍は、ロシア側ではコンドラチェンコ少将であり、日本側では市野江氷衛少将、津軽出身と言われたが、その市野江氷衛でさえ、なぜ軍司令部は、 現実の状況に適せぬわけの分からぬ命令ばかりを考え出すのだろうと疑うほどであったただしその一の兵も指揮の動揺を恐れて一言もその疑惑を口にせず黙々と前線の指揮に任じたこの両順のロシア兵のうちコンドラチェンコ指揮下の兵が他のロシア兵に比べて団地以外に強かった中村少将の率いる白田機隊が ほとんどやられた後一部がなお進んで塹壕に突入したことは既に述べたこれに対しロシア側は爆弾を投擲しあるいは白兵戦で互いに視察し合ったがこの地上の地獄とでも言うべき戦場で突如一人の妙なロシア兵が出現した彼は坂を急ぎ下ってきた この体の前後左右に、なんと七八個の公平用の爆薬がくくりつけられており、その一つ一つの導火線がいずれも火を吹いていた。この兵は、白出す機体の密集しているあたりに飛び込み、自ら爆死することによって、日本兵多数を道連れにしようとした。現に彼はその木との通りの死を遂げた。彼の五体は粉砕され、幾人かの日本兵の体が天へ舞い上がった。 ともあれ、この城出す機体は、旅順攻略戦の象徴的存在になった。司令部の無策が無意味に兵を殺している。気候はどういうつもりか知らんが、気候が殺しているのは日本人だぞ。と、口にすべからざる極端な表現で、この後、小玉源太郎が乃木軍司令部の参謀長、伊地知光介を怒鳴りつけたのは、一例で言えば、 この白だす機体突撃の観光もそうであった。小玉は乃木を怒鳴りたかった。が乃木の盗水者としての権威を傷つけることを恐れて、い地ちを叱ったのである。中村が何とかしてくれるじゃろう。と乃木は大真面目でこの突撃に期待していた。ところがこの隊は午後10時頃には鉄条網のある斜面でほとんどが倒れるか負傷していた。 指揮官の中村悟少将も重傷を負い、渡辺水谷大佐がこれに加わった。66人の将校が死傷し、ついに各大指揮は下級将校か下士官が取る始末であった。午前1時頃には、戦場には負傷者と死体が転がっているだけの光景になり、稀に生きている日本兵も組織的戦闘ができないため身動きが取れなくなっていた。 少々、中村悟は、退却の文字を抹殺せよ、と自分の旅団に訓示しただけに、自ら退却することはできなかった。ただ彼は、この戦闘の中頃には重傷を負って、指揮権を渡辺大佐に代行させている。渡辺大佐は退却に決した。彼は五体満足な兵をやっと探し出し、野木軍司令部に対し、どうすべきかの命令を求めた。 軍司令部のある竜樹帽までは遠かった。やがて乃木はこの報告を受けたが、その表情にはありありと失望の色があった。いかんか。乃木はもはや手がないという気持ちであった。が、処置を急ぐ必要があった。夜が明け、日があの斜面を明るくすれば、転がっている負傷兵も皆、ロシア兵の銃剣で突き殺されてしまうであろう。では退却せよ。と乃木は命じた。 この白出す機体の戦法はいわば奇襲であったが他の各師団が行った組織的な攻撃もことごとく失敗し大隊や中隊が至るところで全滅同然の状況になった乃木軍司令部が最初不要であるとし断った283地榴弾砲は大きな威力を発揮し工場砲とともに活躍して例えば東景観山北方大や 二流山小十山の北側外側の防壁をぶち破ったがしかしそれでもこれらの放流は生き生きと活動した第十一師団などはそれらの外観の変形した放類に向かい何度も突撃隊を繰り出したが最新式要塞というものは日本人には理解し難いほどに堅牢複雑な気候を持っていた砲台の前には地雷源があり 鉄条網がありその周りには機関銃と速射砲がある日本軍は一体全滅すれば今一体が屍を越えて突,突撃しまれに砲台の強壁によじ登るものがあっても登った向こうにはまた速某機関銃がありそこを走り抜けてさらに突入したところでまたインコ部の防御があるといった具合で人力をもってはどうすることもできなかった この時期、大山小玉の総司令部は、両洋からさらに北へ進んで、遠内に置かれていた。北方にクロパトキンの大野戦軍がいるが、互いに睨み合ったまま、双方とも華々しい戦闘を開始する意欲はなさそうであった。ここ数日、小玉源太郎は口を開けば、旅順はと言い、それ以外のことを言わない。満州における全日本軍の暗記は、 旅順の乃木軍が握っているような形勢になってきた。事実、旅順攻略の乃木軍の様子がこれ以上悪化すれば、日本の陸海軍作戦は総崩れになり、日本国そのものが滅びるであろう。日本の存亡の鍵が、最も愚劣で最も顔面な二人の頭脳に握られているというのが、この状況下での実情であった。うかうかすると乃木はグルシー将軍になる。 と、小玉はつぶやいたことがある。ナポレオンがウォーター・ローで、ウェリントンの率いる、英身連合軍と戦ったとき、グルーシー将軍に別動車を指揮させ、敵の一翼であるプロシャ軍を探させた。グルーシーをして、プロシャ軍を打たしめるつもりであった。グルーシーは愚直という以外に、取り柄のない将軍で、彼の性格通りの作戦を演じた。 ナポレオンから命ぜられたプロ社軍がどこにいるのか分からず、皇軍に皇軍を続けているうちに、はるかウォーター・ローの方角にあたって凄まじい砲声が聞こえた。主力決戦が始まったのである。グルーシーは駆けつけるべきであった。幕僚たちもそのように解き、ついには激行する者さえあったが、グルーシーは終始、皇帝は私にプロ社軍を探せと命ぜられた。というほか返答をせず、 規定のように行動し続けたそのうち、ウォーター・ローにおける主力決戦でナポレオンは敗れた。もし、グルーシーが状況の変化に対し、柔軟な頭脳と決断心を持っていたとすれば、そしてそれを実行し、ウォーター・ローへ駆けつけ、ウェリントンの英国軍を攻撃したとすれば、ナポレオンの運命はあるいは変わっていたかもしれない。が、運命そのものから見放されていたナポレオンには、彼の かつての有能,な有能な将軍たちは今はなくグルーシーのような飾り物の軍人に作戦上のこれほど重要な一億を世話さざるを得なかったのであるグルーシーはナポレオン権力そのものを崩壊させた旅順の乃木軍は満州における日本軍の中でのいわば別道軍であったグルーシーは敵のプロシャ軍を見つけることができなかったばかりか 自分の作戦的機能を自分で頑固に規定し続けた。乃木も旅順要塞に対する正面攻撃という奇妙な方針をただひたすらに守り続けた。グルーシーはナポレオン作戦に機能化できなかったものの、その部下を殺さずに済んだが、乃木は日露戦争における兵員消耗を一手で引き受けているかのようであり、その意味から言えば、玩具の罪は グルーシー以上かもしれなかった。11月26日、旅順への第3回総攻撃が行われたこの日の小玉源太郎は、遠台の総司令部で、朝未明に起きた、心配で寝ていられなかったのである。軍服をつけ、帽子を横っちょにかぶって廊下に出た。廊下の向こうに不審番がいる、その兵卒が驚いて敬礼した。うん。小玉は 声だけでうなずき、虚子の倒霊をしない。この小玉という男ど、軍人でありながら、軍人の形式動作を守ることができない男も珍しかった。ボタンは大抵一つか二つは外れていたし、時に靴を左右逆に履いていることもあった。総司令部の川屋は、建物の背後にある。川屋で用を足し、やがて出てくると、辺りが明るくなった。日が昇り始めた。 彼は、川屋のそばから子供のように小さな棚心を合わせて、この日を拝んだ。この宗教心とはあまり縁のない男が、満州における作戦に進路し、そのあまり極実を拝む習慣を身につけてしまった。それにしても、川屋のそばから拝まなくてもよいのに、彼はいつもこうであった。はじめは、 彼のスタッフのどの散歩も気づかず、総司令部付けの歌詞や兵だけが知っていたが、ある日、松から年種大佐が小玉の後から川屋に入ってこの光景を見た。言えば恥ずかしがる人だから、とそのことは小玉に対して触れなかった。この旅順総攻撃の日、小玉は旅順の成功のために曲実を拝んだが、しかし彼は乃木が成功するかどうかについては、 暗い気持ちしか持っていなかった。元来、児玉は作戦を練る場合、考え抜いた挙句に二案を残すが、この二案から最後の一案を選ぶとき、常に身が両断されるような苦痛があり、未だかつて自信があって選んだ試しがない。その最後に選ぶ一案の成功不成功に国家の存亡がかかっており、しかも両案ともそれぞれ十分な理由がある以上、いわば くじを引くようなものであった。小玉自身それをくじと呼んでいた。知恵というのは血を吐いて考えてもやはり限度がある最後は運だと小玉は思っている。そのくじを小玉は旭日に向かって家ちくじにしてくださいと祈っているのである。祈りの内容は実に素朴だがしかしこの内容以外に小玉が祈るべきことはないであろう。いずれにせよ 旅順の野木軍司令部がそれほどの真剣さで最後の一案を決めているかどうかということは疑問であったそれに旅順の作戦は野木に任されており小玉は一切手を下していないこの朝局実に祈ったのは野木を頼みますという内容でしかなかった